ベラに天鋼があるとはな。兵士の者が何のようだ。恐れを知らぬ奴よ、悪いことは言わぬ。おとなしくその石を渡せ。兵士の願いなら何でも叶うと思うのか。渡さぬつもりか。愚か者の子はやはり愚か者か。おい、お前は一体。いたぞ、こっちだ。仕方ない。
って小僧、手間を取らせてくれたな。この甘はがおとなしく渡してもらおう。かかれ。想像通りのお方で安心いたしました。私の名は喜一方言、またこの者が乙彦でございます。我らは玉入り人と呼ばれる一族、兵士を倒すために戦っております。兵士を、この石は天鋼と呼ばれるものでございます。天鋼、火事の神主権天から授けられた神秘の石、カムイと呼ばれる恐るべき力を人に与えます。カムイ。天鋼を扱えるのは義経殿のような特別な方だけでございますが、兵士の中にも数人そのような人間がおります。それこそ兵士が圧倒的な力を持った理由。今や貴重な天鋼を持つ者は兵士以外にほとんどおりません。この石は父の形見と言われ、幼い頃から身につけてきたもの。それがなぜ。義経殿は本当の父君のことをご存知か。本当の。俺が生まれてすぐ死んだ下級貴族だと聞いているが。それは兵士を欺くための方便に過ぎません。これは源氏の紋章。義経殿の本当の父君は平氏の乱で平氏と戦って敗れた源氏の棟梁、源の義朝殿なのです。そんな話を急にされても。戸惑うのも当然でございましょう。しかし義経殿が父義朝殿の意志を継ぎ、平氏を倒すことは宿命なのです。平氏を倒す。天鋼を持つ者を倒せるのは天鋼を持つ者だけ。義経殿、我々の戦いに力をお貸しください。すぐに答えを出せと言っても無理な話かもしれません。しばらく我々と共にお過ごしください。そのうちに戦いの決意もできましょう。Thank you.
待ちなさい、若き剣士よ。先ほどの戦い、しかと見せてもらいました。そなたの中には大いなる力が眠っています。それを解き放ち、行く手を阻む困難に立ち向かうのです。解き放つ？力を解き放ち、天鋼の導きに従うのです。いらっしゃい。はい、ダリー。
すまない、呼び止めてしまって。あんた見たところ兵士の侍じゃないだろ。頼みがあるんだ。俺は今兵士に追われてここまで逃げてきたんだ。途中五条のあたりで妹とはぐれてしまって、今頃どうなっているか。お願いだ、五条で妹を見かけたら助けてくれないか。ああ大丈夫だろうか。わかった、必ず助けよう。ありがたい、よろしく頼む。大丈夫か？お助けを。もしやお前は。待て、逃がさんぞ。娘、手間取らせてくれたな。なんだこそ。これは見せ物じゃないぞ、早々に去れ。断る。おう、この姿を見ても光るとは随分見せがいいな。この娘、俺が。ならばこの平の正気盛俊に立てつくとどうなるか思い知らせてくれよ。
さあ、勝負はついた。おとなしく去れ。小僧、貴様は天鋼を使うのか。なるほど、貴様が源氏の…なんだ。やめときな。そう、キヨか。邪魔するな。今のお前が叶う相手じゃない。一旦引く。清盛様がお呼びだよ。しくしょう。忘れるな。この借りは必ず返すぞ。今のは一体。本当にありがとうございました。すまない、俺たちみたいな見ず知らずの者のために。なんとお礼を言ったらよいのか。礼には及ばん。これからはお前がしっかり守ってやってくれ。いらっしゃい。毎度あり。
義経殿。どうした？こんな時間にお出かけになるなんて心配で。俺なら大丈夫、案ずるな。いえ、最近町で噂されているお話をご存知ですか？いや、どんな噂だ？ちょうど今晩のような満月の夜、五条の橋の上に兵士を憎む一人の僧兵が現れるそうです。僧兵？その僧は身の丈が六尺もあるそうで、すごい怪力の持ち主とか。御用がなければ五条には近づかない方が良いですよ。わかった、気をつけよう。何が起きているんだ？もし、何者だ？心の腐りきった兵士の人間に答える必要はない。勘違いしているようだな。俺は問答無用。それは天鋼。源氏の末裔たる我が名にかけて、貴様の命、この弁慶がもらい受ける。Yeah!
しっかりしろ。兵士に情けをかけられるほど落ちぶれてはおらん。殺せ。俺は兵士などではない。俺はさっきの源氏の棟梁、源義朝の息子、源義経だ。まことか。なんという奇跡だ。私はとんでもないことを。もうよい、しゃべるな。あなたほどの方がいるのなら安心して死ね。私に代わってどうか兵士を。わかった。兵士は必ず倒す。だがお前も一緒に行くんだ。ここで死ぬことは許さん。兵士と戦う決意ができたのですな。ここに二つの天鋼がございます。お入りください。こちらは静香様。日頃は訳あって姿を隠しておりますが、我が一族の長たる血筋の巫女でございます。はじめまして義経様。静香と申します。実を申しますと、主権天から最初に天鋼を授けられたのは我ら一族なのです。我々は天鋼を広め、兵士のようなものを生み出した責任を感じております。ご覧ください。これは我ら玉寄人の中でもただ一人、静香様だけが持つ力、寄せ金でございます。寄せ金。いくつかの天鋼を合わせ一つにできます。その天鋼は寄せ金前の何倍もの力を持つことができるのです。なるほど。兵士は寄せ金の力を持ちません。兵士の天鋼を奪っていくことができれば、寄せ金によりやがては兵士以上の力を持てるでしょう。
弁慶と申しましたか。あの者も義経殿とは違った力を持った天鋼使いとお見受けしました。どうか二人の力で天鋼を集め兵士を倒してください。兵士はもののけも操り手下にしてると聞きます。お気をつけくだされ。義経殿、お待ちください。傷はもう良いのか。事情はすべて方言殿から聞きました。一刻も早く兵士を撃たねばならぬ今、この程度の傷で寝ている場合ではございません。この武蔵坊弁慶、命ある限り戦います。ぜひお供させてください。よし、共に行こう。昨晩剣を交えてお前の強さは分かった。その力、兵士打倒のために貸してくれ。だが約束だ、簡単に命を捨てるな。はあ、ありがたきお言葉。義経殿。なんか聞こえなかったか？ん？何も聞こえないよ、兄ちゃん。それより続きやろうよ。今度は兄ちゃんが鬼の番な。空耳かな。まあ、いっか。じゃあ行くぞ。うわあ！
源氏の奴らが平安の町で動き始めている。ここのことをまだ知られてはまずい。広場には私の術を施してあるとはいえ、油断はできないよ。噂をすればか。早速ネズミが入り込んだようだね。お前たち、あとは頼むよ。
かれ。
怪我はないか？怪我なんかしてないよ。それより死んじゃったの？死んだ？今の化け物のことか？そう、すっごく優しかったんだ。でもなんか寂しそうだった。弟が心配している。さあ帰ろう。ですが清盛様、心配はございません。うるさいハエの一匹や二匹。黙れ！天鋼を一つ奪われておいて何が心配いらぬだ。何か御用でございましょうか、清盛様。我らに立てつく源義経とかいう愚か者がおる。そやつの首を取り、天鋼を奪い返してきておる。それは向こうには寄せ金のできる巫女もおるのだぞ。万全を尽くすのだ。景清よ、やってくれるか？断る理由などありません。これは一体？よかった、やっぱり旦那だ。また兵士の奴らが来やがったのかと思っちまった。兵士？どういう、何があったんだ？旦那、えらいことになっちまって、みんなが、みん
なが兵士の奴らに連れて行かれちまったんです。その中にミナズルちゃんも。何、助けて王様、義姫様。すまない、俺は隠れて見ているだけで何もできなかった。いや、よく知らせてくれた。あとは俺に任せておけ。この子を頼む。